こんにちは、トイレ行きたてほやほやのウルです。今回ですね、この新しく進化しましたストライクフリーダムガンダム使っていくんですけど、この子すごい名前してるよね。なんかもう合コンガチ勢みたいな名前してる。まあこの子がか、ストライクフリーダムが、これ仮に女の子だとして、こう合コン行くじゃないですか。うわ、あの人すごいかっこいいんだけど、私のストライクゾーンに入ってるんだけど、のストライクに。でも私彼氏いないからな、これいけるかな、これ告白、今日いい感じになりたいかもという、私彼氏いないですのフリーに、まあ顔が崩壊してるって意味のダムでストライクフリーダムガンダム、今回こいつ使っていきます。こいつがですね、スクルーブーストプラスで、スケベは2つに無効貫通が4つで浮遊があると、でボイスが命は何だって一つだ。な、すごいなんか怒ってるね。なんか怒ってんのかな、わかんないけど。な、命は何にだって一つだ。多分振られたんでしょうね。なんか、君あんまり、僕はあんまり君のことを好きになれないよみたいな。なんでだよ、命は何にだって一つだろうみたいな、そんな感じで多分怒ってるんだと思う、この子は。で、スキルがですね、4ターンで打てて、1ターンなら自分のダメージ条件値が99億、コンボ吸収無効化盤面76と、このコンボ吸収無効化がね、めちゃめちゃ面白そうなんで、新スキル。なんで今回こいつを使っていこうかなと思って、今回はこんな感じで無一郎のパーティーに無理やりねじ込みました。オッケー、やってみましょうさ。めちゃめちゃ無一郎のパーティーにねじ込んできたわ、今回。もうめちゃめちゃ無理やり。ストライクフリーダムガンダムは嫌だって。ちょっと無一郎と一緒に私行きたくないかもみたいな、なんか他になんかしがらきとかのが私好きなんだけどみたいな感じでさ言ってたんですけど、まあ無理やり連れてきましたと。こんなんでいいかな。よっしゃよっしゃよっしゃ。でこれが何ターンだっけ、2ターンたまんのか。じゃあこれ使います。でまあいっかな、これ。待ってあれ待って、まあ、一回これ使うか。これ一回使って、使う順番ミスったな。まあ、いっか、これ使う。で、これ使う。OK、で、これ使う。よし、で、これで一コンボしよう。ちょっとあれミスったわ、完全に。今、パーティー組んで間もないからさ、私。ここ、ワンパンできるのかな、わかんないけど、まあ、ワンパンできると信じて、渡積み山積使って、からの無位置を使って、これワンパンしに行こうか、ここ。よっしゃ、ワンパンしに行きます。これまあワンパンできなくても全然いいんですけど、まあワンパンできたらいいなーっていう、そういう気持ちの現れの俳句をちょっと読みたい季節になってきましたよね。さあ、ちょっと適当にやっ、これ木がーあれだわ、今なんか水がすごいすぐそばにいたからさ、これ木の無効感組めなかったんだけど、私はいつもそばにいるわよみたいな、ちょっとフリーダムがすぐそばにいたからさ、ちょっと、オッケーさ、一応ね、これ何ですか、これストライクフリーダムガンダムの継承に、これ受けるダメージ無効化と盤面76ダメージ無効貫通の、スキル継承してきてるから、一応大丈夫なのは大丈夫。で、ここストライクフリーダムガンダム使います。で、からの街って、で、街が遅延入れるんですよね。だからこれで一回耐久する。で、これ使う。よっしゃ、ここからやっていこう。オッケーさ、ここからノンストップで行くぜ。オッケーさ、ニュース番組、てるてるてー。オッケーさ、全くニュース番組見てないから、ニュース番組の BGM わかんなくて、それっぽい BGM 歌ったけど。オッケーさ、いや、ごめんなさいね。多分いらっしゃると思う。多分ブチ切れてんだろうな、そのニュース番組ガチ勢の皆さん。いやー、もう申し訳ない。ニュース番組界隈にあんまり僕ね、通ってきてないから、人生。いやー、通ってきたらよかったな。なんか、あれですよね、義務教育の中に入れてほしいニュース番組みたいな、国語理科社会算数ニュース番組みたいな、そんな感じで入れてほしいですよね、本当に。裏教長のダンジョン内容でも見ながらやろうかな。オッケーさ、で次なんですけど、これガチでキャッチーくて、何がキャッチーかっていうと、待って、これまあいっか。こう組んで、なんかめっちゃ弱体化してない、そして、まあいっか。まあ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 、これで軽減張ります。10個もいくな。オッケーさ、これね、なんで耐久してるかっていうと、これね、次の階層、火、水、木のどれか消せないやってくるんですよ。それ2個アウトしてると、無一郎。すごい。お前すぐアウトするよな、本当に。ノックアウティング。オッケーさ、これで。いや、いいね。
フリーダムガンダムもね、多分ノックアウトしてるんでしょうね。あの子かっけーみたいな、そんな感じで。いや、なんかごめんなさいね。なんかフリーダムガンダムの、多分ね、この動画を見てる方は、見てるってことは多分ストライクフリーダムが好きな方が多分いらっしゃると思うんですよね。なのにフリーダムガンダムを、なんか合コンキャラに仕上げようとしてきてる私。ガチ申し訳なし。これで。マチが次のターン溜まるんで、ここでもうやっていこう。オッケー。さあ、今ね、なんか防音室にいるんだけど、防音室がさ、もう夏じゃないですか。だから防音室がガチ暑いんですよね。だからさ、マジでやばいことになった。なんか背中にさ、なんかガムテープがなんかペローンってなんか剥がれてきてるんだけど、防音室に貼ってた。背中にすごいくっついてるガムテープが、なんかこのままだとなんか梱包されちゃいそうなんですけど、僕。いや、すごい梱包される寸前なんですけれども、どうしようこれ。なんか回復繋がってんな。これでいいか。オッケー、これで。よし、いいね。いや、これでコンボ加算入る。いいですよ。すごい、キャットバスヘイ。オッケー、さあ、いきます。日本語が不自由でごめんなさいね。ちょっとまだ日本に来て間もないというか、まあまだ21年目みたいな、そんな感じなんで、ガチ申し訳ないです。で、ほらね、こういうところがあるんですよ、こいつは。だから温存しといたっていう。オッケー、これ使う。いや、ここも一回耐久入れようか。これで、これストライクフリーダム使ってもいい。なんかどこでも使わないの、なんか寂しくない？これ使、いや、次で使うわ。これ使う。で、これ次のところで使います。これつって、フリーダムガンダムが99億いくところ、早く皆さん見せろ。お前、早う見せてくれ。お前、これが見たくて、この動画開いとね、早う見せてくれみたいな感じの方が多分いらっしゃると思うんですよね。皆さんのイメージ悪すぎるだろ。オッケーさ。オッケー、これで、これで倒します。ちょっと早めにやっていこうか。いつもね、なんかめちゃめちゃ、なんかパズドラやってないんですよね、僕、実は。パズドラをやりながらトークしてるんじゃなくて、トークしながらパズドラしてるみたいなせいで、動画時間がバグってることがあるんで、よく。だから、ここで、ちょっと、あんまり喋らないでいこうか。ここね、トゲがガチでやばいんですよ。だから、これストライクフリーダム打ちます。あ、待って、これ演出あるんじゃないか、さては。これさては演出あるんじゃない？すごい、ハテナまみれ、ハテナまみれなんだけど、これ何これ。あ、そういうの出るんだ。知らなかった。これ今のアップで出たのかな。ストライクフリーダム打ちます。命は何だって一つだ。オッケー、さあ、これ99億出るようになった。さあ、ムイチロがすごい喋ってる。ただな、トゲがやばいんですわ。ね、ここに置いといて、痛い。オッケーさ、痛すぎるだろう。まあ、こんなんでいっか。オッケーさ、これで、ちょっとご覧くださいよ、これ、フリーダム。まずは無効貫通1個で、いやー、回復の、回復じゃない、水落ち込んきた。これで、99億ダブルス、うお、いかない。オッケー、いかないんだ。いかないんだ。なんか、行くのかなーって、ちょっと思っちゃってた節あって、危ない。危なすぎる。オッケー、これ使う。進化症。回復力がね、ちょっと寂しいのと、トゲがありすぎるせいでね、あんまり今、攻めれないんですわ。あたいも。いや、攻めたいよ、僕も。そりゃ攻めたいですよ。さあ、皆さんの気持ちも僕もすごいわかる。だけど、攻めれないんですわ。どんなに頑張っても。オッケーさん、これで。待って、回復力やばくない？ちょ、回復力やばいと思います。くすごい回復力がピンチだなって、私思っちゃうかな。このままだとまずい。ガチでまずいです、皆さん。どうしよう。次、先生ある？ないわ。ないけど、覚醒向こう来るわ。でも、まあ、耐えれるか。まあ、耐えれるか？耐えれるのか？ちょっとやばいね。これガチやばい可能性ある。シャイニングストーム、すごいね。稲妻イレブンの必殺技みたいな、このシャルマでプロポチの。オッケーさ、これは、こうですわ。これで、回復ちょっとでもいっぱいする。オッケーオッケーオッケー。で、これ覚醒向こうがね、一旦だけなんですよ。だから、この後からすごいエキサイティングな感じになれるんじゃないかなって思っちゃいますよね。で、あと一旦、いいね、素晴らしょすぎ。これ耐えれますよね。オッケー！さあ、これ使う。回復のデバフももう終わるぐらいじゃない？あと一旦だわ。じゃあ、ここで回復の四つ消し入れちゃいます。で、ここで水の無効化クイジェです。で、どうしよう、ここに、あ、こうねじ込みますよ、ここ。オッケーさ、ねじ込んだおかげだね。これガチねじ込んでよかった。オッケーさ、すごい、最初はどうしようかなと思ったんですけれども、ねじ込んでよかった。オッケーさ、倒せる。危ねえ、なんか後半の伸びがえぐい。オッケーさ、倒せた。
いや、今回のね、動画の目標は、いや、いいね、これ、マジ嬉しいよ。何が嬉しいって、こいつが来てくれたことによりストライクフリーダムが活躍すると。オッケーさ、これ、ゴーヤ、無一郎だったら、これ、キャッチーですよね。ただ、これ、使うと。命は何だって一つだ。オッケーで、これ使う。わー、ただあれだな。あれ、99億が入んないわ、さっきから。何をやっとんじゃ、これ。これあれですね。吸収してやってるから、敵が。これちょっと耐久しなきゃいけないと。ちょ、耐久まみれなんだけど、ちょ、なんか、うわー、回復の L 字の存在忘れてた。これ回復の L 字入れたらさ、フリーダム完成するか。いや、言ってよ、誰か言ってくれ。いや、マジ、これ忘れてた。完全に忘れた、フリーダムの L 字。それだわ。これ、勝利のピースは揃った、ガチで。オッケーさ、ちょっとカッコつけちゃいました。これ使う。水の向こう間だけで抜けるよね、これ。ちょ、知らんけど。いけるでしょう。信じまーす。なんか、知らんけどっていう言葉の最強具合えぐくない？なんか、わかんなくても、とりあえず言ってたら、なんか、罪は免れるみたいなところあるですよね。あるですよね。なんか、すごいなんか、今、日本に来ました、中国人ですみたいな、韓国人ですみたいな、なんか海外から来ちゃったみたいな、ネパール人ですみたいな感じの喋り方しちゃった。オッケー、いろんな多種多様の国の人たち登場しちゃいただいたんですけど、オッケーさ、回復花火が？いやー、回復花火ではないと。いや、虚無！ここは、一旦耐久入れますね。これなんでかっていうと、まあ、おのおの見ていただいて、これで、これ、次、天狗出た場合、盤面縮小来るんですよ。だから、それでちょっとずらしたよっていう、そういう話で、ね、起きてさ、いいね、なんかこのブリドラ、これ、どこから生えてんだみたいな、なんか羽がね、なんかネックレスみたいな感じでありますけれども、オッケーさ、暗闇耐性はないです。これ使う。トゲが2個だけあるな。これがトゲが、あー、これ木、いやー、俺の、じゃあここに置いといて、水どこ？水？オッケーさ、水いただきました。これが水かな？オッケーさ、水いただいといて、これでいいか。オッケーさ、これで。さあ、次、天狗来てほしいね。これ、フリーダムが、これ、すごいイケメン具合になるの皆さんは見たいんですけど、僕も見たい！オッケーさん倒せる？なんで倒せなかったんだろう。まあ、弱体化がエグいとか、そもそも敵の HP がすごいエキサイティングみたいな、そんな話なんでしょう。多分、それ、きっと多分。恨みの一撃、これ使う。じゃあ、なんでなんだろう、なんでいけなかったんだ、今。ちょ、なんでいけなかったんですか、あれ。ちょ、いけなかった理由がわかんねえな。まあ、こんな適当でいっか。よっしゃ、木の絵ね、無効管組むよりは、絶対水の無効管組んだ方がいい。なぜかっていうと、フリーダムガンダムがそれで元気になるから。オッケーさ、これで。倒した、これ、天狗来てほしいね。ガチ天狗来てほしい。天狗！オッケーさ、天狗来ないと。すごい、なんか、誰やねん、お前誰やねん。オッケーさ、こいつ誰？アルスノア。アルスイコールノアみたいな、誰すぎガチで。これ使う。捕まえた。でもここから普通にやってもいいかな。これちょっと暇なんでフリーダム使います。何だって一つだ。オッケーで、これ撃つ。よっしゃ、行こうか。ここから回復の L 字をね、忘れないように行きます。ここ回復の L 字、これ回復の L 字ってさ、組めば組むほど倍率上がんないんですよね、確か。だからそこはまあ気をつけトゥトゥで。ちょっと下手くそすぎない？まあいっか、こんなんで。またー！オッケーさ、危ない。オッケー、これで。いや、これは言ったでしょ。これはカウンスとしてはさすがにさっきの感じだと。いや、99億わー！オッケーさ、いったね。楽しすぎる。オッケーさ、99億、青天井キャラでもないのに、副属性まで99億いくの？なんかすごい。あれ、右上見てください。なんか、コンボ吸収無効化のエフェクトってこんなんなんか。遅延食らったのかな？遅延食らった。まあ、大丈夫か、これ。打って、あ、遅延食らってないわ。フレンドさんにね、これ遅延5個以上振ってもらったんで、それも聞かないと。いや、ガチ最高。本当に皆さんありがとうございます。皆さんのおかげで僕の動画成り立ってる。オッケーさ。本当にガチシェイシェイ。ここでこうでいっか。オッケー、これで。ウンディーネワンパンできるのかな？まあ、できると信じて。すごい水の落ち込ん。でも、どれも引っかからないと。オッケー、これで。殴っちゃえ！オッケーさ、殴れました。逆に、じゃあなんでさっきやっぱりなんかあいつ生き残ったんだろう。わからんね。これ、マシアテナくんな。オッケーさ、危ね。和田積み山積みがあと5ターン、長すぎないか！で、相手貴族生なんだけど、あれが、吸収が、これちょ、耐久入れるわ。これ耐久します。カット。オッケー、耐久終わりましたよ。じゃあこれ、和田積み山積み使って、
で、無一郎使うと。OK、これでいきます。暗闇が若干多いんだよな。それがどう出るかみたいな感じですよね。水、これね、水いただいていきます。それ以外は関係ないですよっていう色ね。で、ここでこう組んだ、こう組んで、こう組んだ、こう組んだ。OK、いいんじゃないでしょうか、こんなんで。OK、これで。よっしゃ、これでいったでしょう。オッケーさ、これで倒します。いやー、たださ、これわだつみやまつに使っちまったのが、またちょっと耐久入れた方がいいような気がするんですよ。あのボスの1回目がさ、あのめちゃダメージで殴ってこいやチャンネルみたいな感じのあれじゃないですか。これ HP いくつあるんだろう。これサイトに書いてるかな。書いてない。別のサイト見ちゃおう。オッケーさ、浮気します。オッケーさ、ちょ、ゲームウィズさんでも見ようか。あ、吸収の色があれだわ、今ジャスト。オッケーさ、これで回したいしょ、そうそうそう。ここで行っといて、ちょっとゲームウィズさんの攻略サイトを見たいんですけれども、オッケー、こう、こんなんでいっか。オッケー、これで。これで。よっしゃ、あれだ、ペットボトルで水飲んでたから、なんかそのペットボトルの周りについてるこのなんか、液体みたいな。あれなんか、なんていうの、なんか水蒸気みたいな。あれがなんかすごいへばりついておる。あ、HP130 億。あ、じゃあいけるんじゃない普通に。ね、あ、もうこのまま行きますじゃん。もう待てられるかい。もう耐久するのはもうめんどくさい。遅延食らったしね。もういいわ、これ使います。金箇所、よっしゃ。で、回復デバフも来てないね、別に。じゃあこのままドレー。オッケーさ、痛 い痛すぎ、ガチで痛い。みんな踊りたい、助けて。こうしてこれでいいや。あの今もボタン2になってないけど、多分水だけでいけるかも。私を信じて。オッケーさ、ストライクフリーダムがそう言ってますよ。オッケーさ、これでいけるやろ。いけました。オッケーさ、ボス来たね。ボスをもうワンパンチモアンでいきます。でこいつがね、コンボ吸収やってくるんですよね。あの13コンボ以下吸収みたいな。ただそれをこのコンボ吸収無効化でガン無視するというスタイル、いや最高だぜ。で、指奪いも食らわないと。あ、そう、演出切っちまいました。オッケーさ、もうめんどくせえと思ったよ、耐久してる時に。これ打って、これ打って、これ無一郎ね、指あれなのが強いポイントなんですけど、逆に言えば弱いポイントでもあるんですよね。組めなかった時の絶望感。わあ、これ木トゲ多いから、これ木はトゲ、あれ組まないでいくわ。で、こんなんにしといて。あぶね。オッケー、これでいいや。これ。これね、コンボ足りてなくても、あれ、いけるんで。いやー、コンボ足りてたか。まあまあまあ、それでも全然いいでしょう。おぉー、すごい火力。めっちゃいったんだけど。多分 HP103 件、これ、裏強調じゃなくて、表強調の表示だったりしない？いやー、裏強調だわ。HP130 億。少なすぎるだろう。て、今のね、最新ダンジョン、新百式の白蓮光、シールドだけで300億あるんだけど、それだけで蹴散らせるってこと？そのシールド壊す間に、この、なんだっけ、前兆が、一番最初は、なんか3体ぐらいいっちゃうってこと？やばすぎるやろ。ただこれ使え。金箇所。いやー、これやばいわ、これ、あれが、あれね、あれ、伝わってる？それ伝わってほしいな。すごい僕の思い伝われ。さ、これいいや。オッケー、うーわ、つながってるぜ、許さねえ、ガチで。これいつ帰ってくる、わだつみやつい。すごい昔、ほんとファンが昔ですよね。なんか組めてたのに組めなかったんだけど、あんなに組めてたのに指奪いは効きませんと、ガチ強いわ本当に。で、敵の HP が300億らしい。で、ムチローが70億かける3で、70億、ああ、だから210億だから全然いけると思う。で、オッケーさ、こんなんていいんじゃない？オッケー、これで。ちょっと HP やばいかな。いやー、 HP やばい可能性あるな。次先生あるんだっけ、わからん。まあ、倒せばいいでしょう。倒せないんだけど、すごい衝撃。こんなに頑張って倒せないことなんだ。これで金箇所、回復の四つ消しメインでいきます、ここ。ガチでやばいです。怖すぎる。なんか負けそう。これでいっか。で、ここで、オッケー、こんなんにしといて、これでいいんじゃない？よし、これで。いったでしょ。敵がね、30億無効だから、
入るんですよね、上限解放してないやつは。オッケー、これで、いいね、オッケーさ、倒しました。で、エネルギーが集まっていく。オッケーさ、新しい生命生まれました。オッケー、めっちゃ噛んだ。真の姿を表した。こんにちは。オッケーさ、なんたらかんたらなんたらかんたら、全部読めなかった。全然読めなかったんだ。オッケーさ、さっきからめっちゃ甘噛みしてない僕。いやね、めっちゃ甘噛みしてるんですけど、本当に可愛らしいポイントですよね。愛したいのですよね、本当に。気持ち悪い。これ使います。愛すべきポイント生まれました、ここにて。こうして、もらう。オッケー。わー、なんかやっぱ繋がるんだよな。なんかすごいいい感じのタイミングで繋がる。うん。なんかもう待ってましたみたいな感じで繋がるんですけど、さっきから。ね、なんか友情みたい。オッケー、さあどうしよう。わー、なんか。あ、でもルーレットのターン短くなったからすごい嬉しいな。オッケー、さあこれ使って、全部消えたわ。うわ、ナイスすぎ。じゃあ、ここに組んでいこう。痛い！オッケーさ、痛すぎる。本当に痛い。オッケー、これで。回復の四つ消し入れたんで回復は間に合うでしょう。よし、これで、半分まで行く？行かない！行って欲しかったな！あ、でも、ルーレットなくなった。これ使え。箇所。最後のところワンパンしたいんですよね、僕。ワンパンいけるよね、多分。いけんのかな？わからん。マチが？あと8ターンか、長いな。じゃあ無理だわ。あれね。裏溜まるのね。じゃあここで、弱体化。まあ大丈夫か、これぐらいだったら。オッケー、さあこれで、イエス。これで、ハムまで行く。で、その次に、山積み、和田積みと、フリーダムと、無一郎、もう一体だけ。これ条件解放した。これいけるんじゃない、これ。さすがにいけるやろ。いや、生きる未来がすごい見えてくるさ。オッケーさ、トゲドロップも4個生成だけど、まあこれフリーダムガンダムがあれだから、あれで、あれで、あれ。さ、いいね、トリリオンペイン。オッケー、まずはフリーダム。いや、最後に演出見ないでいいか。オッケーさ、見るのめんどくせえ。これ打って、これ使います。で、これですわ。まあまあ、いい位置にルーレットも作ってくれた。じゃあ、どうしよう。わー、でもトゲ、あー。うわー、色遠いな。色遠すぎるのがちょっとあれかもしれません。まあ、いっか、行きまーす。さあ、適当に始めちゃいました。もう倒せたらいいわ、もう最悪。オッケー、さあ。いただいて。オッケー、もうこんなんでいいんじゃない？よっしゃ、これで行ったでしょ！回復間に合うかな？いや、間に合ってくれ、回復！頼む、帰ってこい！いやー、行っちゃったー！チャンネル登録を。めちゃんこしてほしい。